今年で3回目を迎えるアイアンマンジャパン北海道。この大会には31カ国1652名の選手がエントリー。アイアンマンの頂点を目指します。アスリートの憧れアイアンマンとは、スイム、バイク、ランと3つの種目を連続して行うトライアスロン最高峰のレースなのです。チームエイブルの3人はリレー種目で参戦します。スイム、道端カレンさん、バイクは北川博美さん、そしてランは大木野真理さんです。舞台は整いました。いよいよスタートです。チームエイブル頑張るぞ。今年も北海道を代表する湖、洞爺湖が最初の種目、スイムの会場です。スイム 3.8 キロ、バイク 180.2 キロ、そしてラン 42.2 キロ、総距離は約 226.2 キロ、過酷なレースがスタートします。頑張って。道端カレンさんのスイムは 3.8 キロ、洞爺湖にレイアウトされた周回コースです。水温は 23.5 度、風も弱くコースコンディションは最高です。順調にチェックエリアを通過します。個人としてもトライアスロン大会に出場経験のある道端さん、順調な泳ぎです。リレー種目は足元につけたチップがバトン代わりになります。バイク担当の北川博美さんに無事渡りました。練習してきた成果を、出せたかなって思います。早かったですよね。去年より早かったです。